金剛院は、群馬県沼田志望新田町にある、天台宗の寺院。別称海洋山全福寺金剛院。寺の伝えによると、大英年間、沼田市一族が、京都のあたこ神社を誕生したのが起源だという。寺伝では、沼田景重の三男沼田家次、真田滝では、沼田五代の三男沼田家次によるという。真田滝によれば、 沼田慶次が出家して、京都の阿タゴ神社の伊徳院に入り、その別当になったという。その後、沼田氏の環情により、乃木常塚に阿タゴ社が創建された。この阿タゴ社は、沼田市の居城である、幕岩城の鬼門に位置し、城の鎮護者だった。阿タゴ社の別当時は、近隣一円に点在し、沼津村にもあった。後の戦乱時に、 アタ社にあった本尊の阿弥陀如来像を沼津村の別当院に移したのが現在の本尊だという。現那2年、当時の沼田藩藩主、真田信幸により沼津村から沼田上上下の防神殿に移された。この時新しい敷地として100軒四方の土地を授けられた。次殿によると、三号を授かるため延暦寺に向かう途上。 厚田神宮の徒勝地で、私船が和時に妨げられたことから、海王山、全福寺に決められたという。金剛院は、古くから、修験道の基地として知られていた。上杉謙信と、北条氏康、北条氏政による越相同盟に際しては、金剛院の僧が、交渉役を務めた。関八州古仙読によると、この同盟締結にあたり、金剛院の修験者が、 北条方の使者として建てられ、春日山城での交渉により、宇治安の抜者北条州を人質として差し出す、ことなどを取り決めたという。天正六年前後の記録によると、寺内に、寺市、松寺市、門寺にとある。天正神後の乱では、侵攻してきた北条軍により、沼田城諸とも包囲を受けた。天正十二年には、住職の両雲が隠居するため、 沼津村に小福寺を創建した。天正18年に沼田城城主となった真田信幸は城下町の開発に取り組み、外区の再編成や用水の整備を行った。慶長19年からは新外区の区画割りをはじめ、元那2年に城下町の南端に某日田町を新設した。某日田町はその名が表すとオリジンを集めて新設された外区であり、 金剛院も百景四方の土地が割り当てられて、沼津から某日田町に移転させられた。上京三年の県地町には、寺地は一町二丹三歩となっている。元那六年以降、金剛院はたびたび火難に見舞われており、現存する本堂は天明七年に造営されたもので、ある。沼田から南へ流れる利根川には、沼田と下流の渋川との間に綾戸と呼ばれる、峡谷がある。 両岸は赤木山由来の業界隠れ気岸と小持山火山の安山岸でできていて全長1キロメートル余りにわたり落差百数十メートルの絶壁になっている。そのためここは古来から沼田盆地と上野国中心部の間、ひいては関東地方と北陸地方を結ぶ交通路の難所となっていた。江戸時代まではここは通行不能で、 7曲り18サコシと呼ばれる6キロ余りの迂回路を超える必要があった。しかしこの迂回路は、陶器の通行が難しかった。コンボーン二26世住職の高船は、このア戸ド谷国に水道を追いがち、交通の難所を解消する事業に取り組んだ。高船は、工事資金の寄付を募って477両を集めた。迂回路 七曲り八佐古市沿いの集落の住民は、従来の利権を失ったり、振動の維持管理の役務が増えることを嫌い、この事業に反対していた。高船は、この説得にあたり、天保13年に合意を取り付けた。翌年に、藩の採火を、天保15年に、幕府の許可を得ると、工事に取り掛かった。この年のうちに小さな穴が開通するまでになったのだが、 まだ神馬は通れないほどの寸法でしかなく、そこで資金難のため事業は頓挫してしまった。高架3年には全長およそ30メートルの水道、綾戸ど鉄道が完成を見たものの、水道の前後をつなぐ橋が頻繁に流されてしまい、実用に耐えるものではなかった。安政4年には計画を主導した高船が死没し、水道は放棄された。この事業は、 文久3年に地元の徳島や前橋、高崎の商家の援助によって再開され、完成を見た。これにより上野国中部と北部を結ぶ交通の要衝となり、交通量が増えた。母親戦争では、新政府軍がこの水道を抜けて、沼田藩領へ進行している。現在は国道17号がここを通過しており、旧来のあやど鉄道に代わって、 全長四十五メートルの綾戸トンネルが開作された。天台州寒栄寺の末寺となっていたが、明治維新に際して、天台州延暦寺の末寺となった。明治十四年には、新言衆成田山新勝寺を勘定、沼田成田山と合するようになった。節分会でも知られる。野木爪塚が喧嘩して、横塚になったともいう。横塚の延命寺など小福寺は、その後、 慶安4年に沼津村内で移転、しかし明治2年に消失した。外区は沼田城の大手門から南へ伸びる正門前通りに面しており、藩主が参勤交代の際にはこの外区を通った後、新田町には金剛院のほか両源寺、妙光寺、安楽寺があった。現代では他に諏訪神社、天理教の分教会などがある。 外区の北東角に位置する須賀神社は、現代の住居表示のもとでは、某日田町に隣接する中町の住所が割り当てられているが、歴史的には、金剛院の敷地内の一角に天皇者としてあったものである。ありがとうございます。